あのあれみたいなのなんだっけ、あの中心にドックがあって重力のあるところ、真ん中は無重力地帯じゃないですか。あのダブローみたいな塔ではないの？塔？ダブローってほら上の衛星からこう糸垂らして、ああ、エレベーター、軌道エレベーター、ああ、はい、軌道エレベーターは描かれてないですな、世界に。あ、そうか。あ、分かった分かった。コロニーのあれを言ってるの。そうそうそう。で、ああ落ちちゃうみたいな。そうそうそう。軸線からずれると落ちちゃう。そうそうそう。バナージ結構落ちたでしょ。あれ空間でも重力発生するんだ、遠心力って。いや、しないでしょ。いや、だから軸からちょっとでも外れたら薄い重力がついて落ちてくっていう。空気があるからそれは遠心力。え、あるのかな。遠心力多分中心に対して制限されてるものに対してしか働かないはずだから。地面にいる人には重力が働くんだけど、でも俺らジャンプしたって重力に捉えられてるか、やっぱりそれは重力の強さと距離、万有引力はそうなんだけど、うん、コロニーは遠心力だから、うん、違うはずなんだよ、万有引力は違うんだよ、うん、だから、なんていうの、ちょっとでも、この地面に対してちょっとでも浮くともう働いてないんじゃない？いや、それは、そうかなとは思えんな。いや、わかんないな。しかし、確かに高速で回転してるコーヒーカップを蹴って揃えてたら全然違う動きするような気しますよね。高速で回転してるコーヒーカップの中でジャンプしたら違うとこ行っちゃいそうですよね。あ、で影響を受けずに、うん、あのちょい先のところがくるってくるんじゃない、うん、あ、でもあれ回ってて自分が回ってると感性がある、まあ、感性はありますね。でもそれは重力じゃないですからね、うん、おっしゃるように万有引力と言われて常に真ん中に引っ張られてるわけじゃないですか、ね、じゃない、真ん中というか真ん中に逆あの離れてるわけじゃない、うん、ああそうそうそう、あ、すげえ、でかっ、もう、はいでしょ、ででで、もうその辺ずっと向けるとおしゃれになってこれ、おしゃれになってました、これ写真この辺り撮らないと入んないんじゃないの、もうこれでもか、ちょっとさっき押し上げマンションって、これこれクリアしたらじゃあここで絶対向島ロール売りますね。住んでんな、でかい、こっちが東京の中心になりますかね。いや中心やならんですよ、電車走ってないの。観光のメッカにはなるでしょ。それか東部の本拠がここに動くかわからないですよ。東部 の、うん、あの本拠地みたいな中電車置き場に来れるのがあったんですかね。ああそうだ、ね、あコロッケ屋ですよ。あれそっちこっち、いやほら川沿いだったですよね確か、うん、いい天気やな。明日はまた天気悪いって言うんでしょ。あ、そうなんですか。なんか、うん、来週からひょっとしたら梅雨になるかもしれないですよね。え、来週から、あ、うん、言ってた梅雨だと思う。でもあれじゃ明日車運転しないと。最近運転しないんですよ、もう全然。お姉ちゃんと遊ばなくなってくる。車を全く使ってないんですよ。本当に姉ちゃん以外には全然車使うようがなかった。 あとまたスーツでも作りに行けばいいじゃん。いや、俺もう作っちゃったんでしょ。この間7800円、あの痩せたからもう一着イオンで、あの宮西さんが最近イオンでスーツ買うのを覚えたらしくて、安いわー前川さんにずっと昼飯、安いわー4900円、安いわ。あの前川さんとあの宮西さんの関係はどうなんですか。なんかね、この間飲んだら前川さんの前川さんが